皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのグッチです。今回も卓球チームの方よろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。超切れたループドライブの打ち方、そしてよく効く効果的な2つのループドライブの打ち方をさらに紹介します。私が実際試合でもうドライブの得点源のほとんどがループドライブっていうのが私の卓球なんですけども、その特にめっちゃ効く、強い人にもめっちゃ効くループドライブっていうのは今回ブチ切れループドライブ、そして2つのさらに効果的なループドライブ、まあ、計3つのループドライブを皆さんに伝授したいと思います。まず手順1つ目、ループドライブをめっちゃかける超ループドライブで回転を生ませる秘訣っていうのは実は足に秘密がありまして、右膝、皆さんの持っている右膝を落としてでボールをしっかり溜めながら引きつけるっていうことが大事になります。大事なのはループドライブで回転量を出す秘訣はしっかり溜める、そして膝をしっかり落とす、これが大事になります。早いタイミングだと回転かける時間がないのでぶつかっちゃいます、押しちゃいます。早いタイミングを引きつけると溜める時間が増えるので回転が増えやすいです。で、右膝が落ちれば落ちるほど、この膝が落ちる線、下に落ちれば落ちるほど超回転を、超トップスピンがグワッと生まれる。この膝のためが浅いと回転が弱い、どちらかというとスピード系のためになるのでつつき打ちも持ち上げにくいと。膝がグッと入れば超トップスピンでグワーッとかき、今みたいな超ループが出るという感じになります。ここから超ループのやり方なんですけども、ループドライブで点数取るには真上に向かって振ることが大事になります。なので真上に振り上げる、中国の選手とかも非常によく真上にこう振り上げてドライブかけてるんですけども、こういう真上、膝を落とすと下から自然とラケットが下に落ちるので、それで下ラケットを下に引いてもらって、ラケットをですね引く、下に引く、膝を落とした時に下に落ちた時にさらにラケットを下に引いて、右膝の部分にラケットが落ちてるっていう感じですね。ラケットを下に引く、で下から上に引っ張り上げる、下から上にこすり上げる、下から上にこすり上げる、このような感じでやると超回転のかかったループドライブが誕生します。下から上のスイングが分かったけど、当たるときどうしたらいいかっていうことをやっていくんですけど、ですね、打球時に実はこうループをかけるときのポイントは、私はですね、腹筋にうっていう力を入れるとめっちゃかかります。腹筋にうっ、当たる瞬間に腹筋にグッと力を入れるようにですね、そうするとグッとすごい回転重心の超回転のグッとした山なりの回転量の非常に高いドライブができます。腹筋がないとそのままなんかメリハリがないんですよ、メリハリがない。でも腹筋をグッってやる、力を当たる瞬間にグッと、お腹に腹筋にグッって力を入れると当たる瞬間にスイングが勝手に速くなります。見てください、速くなりますよね、当たる瞬間がグッ速くなります。なので超回転を生む秘訣ですね。よくカット打ちとか突き打ちで切れたのを打ってたりとかすると、結構皆さん腹筋疲れたり腹筋が筋肉痛になったりする方もいると思うんですけど、そういった方は結構いいループドライブしてるってことですね。腹筋使ってループドライブ、腹筋使って、これがちょっと地味に味噌ですね。腹筋を使う、全然違います、持ち上がり方が。まあ、超ループの回転の書き方なんですけど、さらにですね、今日4つ目なんですけど、私 の, 2つの効果的なループドライブを今日皆さんに紹介します。1つ目、低くて浅いループドライブ、低くて浅いループドライブが効きます。そしてもう1つは高くて深いループドライブ、この2つのループ
ループが一番いいループだと言われています。では、で今日は皆さん、私もこの2つをやってるんですけど、2つのやり方をささっとやっていくんですけど、まあ、一般的にですね、一番多いメジャーのループドライブは深く高いループドライブが一番多いの でその時に一般的に深く高く狙う時にうまくやるポイントは、これはメジャーなんですけど、深く狙う時はボールのこの私から見てここ真後ろ、ここを下から上に擦り上げるんですけど、この時に擦り上げるんですけど、この時に狙うところ、ボールの弧線をの頂点がネットのところに頂点が行くようにすると、深くて高いいいループドライブが出せます。これ要するに深くて高いので次相手が詰まりやすい、深くて高いので超回転かけることできますし、相手がもう合わせるしかない、合わせたとしても次5球目ドンってできる。なので相手がなかなか打つに打てない苦しいこういうドライブですね。ネットに山の弧線を持ってくることで簡単に作ることができます。ぜひ皆さんそういう意識でやってみてください。山の弧線をループドライブの弧線をの頂点をネットのところに持ってくるようにすると、自然と深くて高いいいループドライブが出せます。次5球目も打ちやすいし、3球目もそれで点数になりやすいです。そしてもう一つはちょっと上級者、中上級者が使うやり方で、低く浅いループドライブ、低く狙うときはですね、ボールの、まあこれも同じです、ボールのここ真後ろを下から上に擦り上げる、これは一緒です。で、ボールの弧線、この弧線をですね、今度は自分のコートに一番高い山を持ってくる、自分のコートに高い山を持ってくるようにすると、今みたいにそうすると自然と低くて浅いループが出せます。もう簡単に弧線の意識だけで使い分けできるんですよね。もう私はですね、その弧線のボールの頂点をどこにループで持っていくかっていう、その意識だけで結構使い分けます。なので、そういう当て方は基本一緒の擦り方で、そのループの頂点、弧線の頂点が自分の手前の方なのか、ネット側の方にその弧線の頂点があるのかっていうのを、で使い分けるだけで、浅くて低いループと深くて高いループっていう、一番ループでいいループを2つを使い分けることができます。ここに頂点を持ってくるのか、そこに頂点を持ってくるのか、その2つの違いだけで簡単にいいループっていう2つは簡単に使い分けが実はできるんです。最後ですね、効果的なループドライブを覚える、この超かかったループ、点数取るまでのループを覚える、方法なんですけど、実は切れたツッツキを打つ練習をいっぱいしてください。もうループドライブのいいものを覚えるためには、ツッツキ打ちの時に切ったツッツキをガーッと持ち上げる練習するのが一番ループが かけられるようになります。切れないツッツキでやるとループドライブじゃなくて、こう下から上に振らなくて、こう平行スイングみたいになっちゃって、中途半端なドライブになってループじゃなくなっちゃうんですよね。なので相手の人にツッツキ切ってもらって、それをガッと思いっきり、やばよい、おお、切れた次を上げる練習にもなりますし、切れた次を超トップスピンで超攻撃球として送ることもできます。ということで、ぜひ皆さん、この超ループドライブ、効果的な2つのループドライブ、そして超ループ、そして爆切れのループドライブという、まあ、合計3つのループドライブのやり方をとおすすめの練習法をやらさせてもらいました。ぜひ皆さん、私のおすすめしているループ、トップ選手も非常によくやってますので、やってみてください。ありがとうございました。やば
正解。よし。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。